ミキコの部屋始まるよ。時刻は13時30分を回りました。ミキコの部屋、今週もどうぞよろしくお願いいたします。お相手しますのは川満ミキコです。この番組は毎週素敵なゲストをお迎えし、ゲストさんの活動や今後の活躍を応援していく番組となっております。ランチタイムを終えて午後のお仕事、そして夕方までの気分をリセットするこの時間帯、皆様にとっても楽しいひとときとなりますように。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com までお願いいたします。そしてスマホをお持ちの方はぜひ無料アプリリッスンラジオをダウンロードして聞いてみてください。全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲していただくと、どこにいてもラジオ感覚でこの番組の生放送がお楽しみいただけます。ぜひお試しください。なお本日は前撮りでの放送となっておりますので、ツイキャスの方はお休みとさせていただきます。あらかじめご了承くださいませ。さて本日も素敵なゲストさんがもう間もなくお目見えになりますよ。はい、合言葉は山川よし、問題ない問題ない、間違いない山ちゃんだ。よし、ご紹介いたします。本日のゲストさん、トランペット奏者の山川博樹さんです。ようこそ。はい、こんにちは、よろしくお願いします。お久しぶりです。久しぶりですね。ご無沙汰ですね本当にしばらくぶりで、今日はお忙しい中ありがとうございます、はいはい、よろしくお願いします。改めまして山川博樹さん、はい、私の同級生でもありね、クラスメートでもあったんですが、まずごめんなさい、自己紹介お願いしましょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、山川博樹です。僕は沖縄市出身で、諸見小学校、小座中学校、小座高校、小座高校です。はい、小座高校で、まあの美子さんとね、はい、同期で同じ学級にもね、なりました。そうなんですよ、2年8組、はい、懐かしいです。はい、日八組の会長であり副会長でありそれから、沖縄県立芸術大学、はい、はい、ここでもまあ美子さん一緒でね、はい、ついてきました山川さんに、はい、違うかたまたま偶然ですけど、はい、その後、僕は東京の方に上京しまして、はい、まあ、東京芸術大学の方に、ちょこっと行って、うん、それから東京の方で現在に至るって感じですかね、はい、素晴らしい。今回の来沖は、うん、今週22日金曜日にあります公演のためにいらっしゃったってことで、はい、琉球交響楽団の、そうです、これは定期演奏会、定期演奏会になりますね、まあ、あの公演があるということで、はい、来沖、そしてこのミキコの部屋出演、はい、まず出演から先になっておりますが、うん、こっちの方がメインかもしれないですね。ありがたいですよろしくお願いいたします、はい、まあね、山ちゃんと久しぶりなので、うん、改まった話も何なんだろうと思ったんですが、うん、いろいろお聞かせください、はい、東京在住はもう何年になりますか。そうですね、まあ、大学出てからなので23、うん、年になりますかね。もう向こうの方が長くなってますよね、人生の人生の人生の、本当だね、はい、すごい東京都民、うん、都民になりますね。かっこいい、まあまあかっこいいも何もないんですけどね本当、あの小池さんを選んだのも僕ですからね。本当なのそんな、そっかそっか、でも都民だからそうだよね。そう、都知事もね。そっかそっか、はい、いやでもなんかやだな、なんか山ちゃん全然垢抜けちゃってでもでも変わらない山ちゃんはいいですよ、そのままでいてくださいね、はい、トランペットって、うん、小さい時、小学校ぐらいからやったんですか。小学校5年生から始めましたね。これは何、諸見小、諸見小学校時代、これは、はい、金管部みたいなのがあったんですか。その時は、鼓笛隊っていうんですかね、で自分からトランペットをやりたいって申し出たんですか。っていうよりはやっぱ男の子が入ってきたらまずはそういう、太鼓とかよりも金管楽器に回されてた、うん、まあね、花形だから ねトランペット そうですね。私も小学校の時なんか1週間だか5日間だかなんかなんとか短期講習だけ受けたことあります。マウスピースしかやらなかったです。そうそうそう、ね、至らなかったです、トランペットまでは、うん、難しいもんね、うん、トランペットの魅力って何。
まあやっぱり一言で言うと華やかなところですよね。モテるから。まあもちろんモテますよモテるから。いや別に楽器で差別するつもりはないけど、やっぱりねその吹奏楽金管、ね、うんうんうん、の中でやっぱりトランペットが花形だからなりますね。かっこいいよね、はい、うん、そっか、うん、ところで山ちゃんは高校の時はなぜかバレー部だったさ。これ何？うーん、まあ、何はないけど。その逃げたかった？ま、いやそう逆、まあ、逃げたかったのかな。小座中学校でも吹奏楽部であの、うん、やってたら、うん、もうそこで燃え尽きたっていうか音楽に関しては。ああ、うん、私だから高校の時からしか知らないから。この人がまさか音大に行く芸大に行くとは知らないし、うん、トランペットをやってた人も知らないから、うんうん、あのね、バレー部の山ちゃん、うん、ね、クラスメートの山ちゃんってしか知らなかったの で、ね、どこでトランペット習ってたのって思ってたから逆だったんだ、うん、逆もうじゃあ中学でトランペットも燃え尽きていて、もっともっとその、まあ、割とがたいも良かったので、うん、あのスポーツはずっとやりたかったんだけどね。あ、うん、中学とかはスポーツ系はやってなかったんだ。はやってないですね、やっぱバンド、うん、小学校ももう金管部一本部、うん、私は逆なんだよな。なんかあの中学高校の音楽が嫌だったからあの中学はテニス部入って、うん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 、高校もバレー部とかに入りたかったんだけど、うん、その頃さ開放高校じゃなくて開放国体があって、うんうんうん、小座高校はみんな国体選手ばっかり集まっている学校だったんですよ ね。 そうそうそうね、うん、だからバレー部見に行ってもみんな国体を目指してる人しかいないからマネージャーにもなれないんじゃないかっていうぐらいの人員ばっかり揃ってて、うん、まあ、あの部活も諦め、うん、もう学校はいち早く帰ろうみたいな生徒でしたそうそうそう、まあまあまあ、そっかそっか、普段聞けない山ちゃんのなんか一面が見られた感じです。ありがとうございます。じゃあ、その山川さんおすすめの曲、まず1曲目ご紹介いただきたいと思います。今日は何をお持ちですか？はい、じゃあ1曲目はですね、夜空のトランペットっていう、はい、まあ、有名な曲なんで、まあ、うん、皆さん聞いたら分かると思うんですが、はい、ニニロッソですね、はい、うん、ムードミュージックの、 あのトランペットのもう神様みたいな存在ですが、うん、なるほど、その人の曲を、僕のアカペラのソロで、これ何かコンサート？そうですね、コンサートした時のコンサートの、はい、あのライブ録音なので、ね、あ、素晴らしい、はい、聞かせてください。ぜひお願いします。はい、かわいい、癒される、お花を通して出会いやご縁を。花束アレンジウェディングブーケ強化などご予算用途に合わせてお作りします。沖縄市千葉なチャンプル市場近く、草花やふれあい、電話 955-3382、 お待ちしてます。あい、最近顔色良くないね。中村さんに相談すればいいさ。皆さんの笑顔と健康をサポート、おかげさまで創業50周年。相談できる薬局は普天間市場入り口バス停前中村薬局。本日も笑顔でいきましょう。かわいい、癒される、お花を通して出会いやご縁を。花束アレンジウェディングブーケ強化などご予算用途に合わせてお作りします。沖縄市千葉なチャンプル市場近く、草花やふれあい、電話 955-3382、 お待ちしてます。お届けしています。本日のみきこの部屋はトランペット奏者の山川博樹さんをお迎えしております。ありがとうございます。はい、楽しいね。なんか、うん、あの普段ね、多分私卒業したからもあんま山ちゃんとは喋ってないんだけど、電話でもほとんど喋ってなくて、うん、メールを返してるかなの話が生で喋るのは楽しいね、なかなか。うん、そうだね。さて、本日の山川博樹さん、はい、東京在住、いろいろ忙しくされてるかとは思いますが、うん、この私出演交渉をするにあたって第一発目、あのお嫁さん募集もしていいのっていうあの本人からの申し出があったのでいやいや30秒だけあげましょう。じゃあ、はい、山川博樹と結婚したらこんなことがあるようじゃないね、はいはい、まあ、そういうことも含めて自己アピール、うん、どうぞよろしくお願いします。山川博樹45歳、身長175センチ。そんなことまで言う？いいんじゃんいいんじゃん、あの妄想するかもしれない、みんな、ね、はい、トランペット奏者の170センチみたいな。体重80。いいよ体重は、はい、収入も非公開で。あ、収入、ああそうだ ね妄想するからね、うん、いいかもしれない。まあでもあのこの年まで独身で来ましたけど、はい、まだまだこれから
ご縁があればと思っていますので、ぜひ今後もこんなに沖縄東京やっぱり行ったり来たりする感じですかね。じゃあもう沖縄の方限定でもなくてもいいか。そうですね、僕についてくれる、ついてくる方だったらいいか、いいですね、楽しみだな、はい、全国的に、はい、あのなんか上限加減じゃないけどありますか。いやいや、もうそんなもうあのストライクゾーンみたいなのとかないんですか。ストライクゾーン広いですよ。広いんだじゃあ募集はもう FM 沖縄にしましょう。あ、お願いします。ちょっと限定しとこうかな、1週間ぐらいにしとこう。無期限にしてたら大変なことになる、うん、はい、まあ、山川博樹さんまだあの独身ということでまずは演奏を聞かれて、はい、まあ、その音色と、ね、うん、この演奏している姿と、うん、まあ、それを人となりをまあ想像してアタックされたい方は FM 宜野湾へどうぞメールでポンとお願いしますとお待ちしております。よろしくお願いいたします、はい、さて、山川博樹さんをお招きしておりますが、東京在住が長いということでね、今東京にいてももう沖縄フードというかもう何でも食べれるんじゃん。そうだ、うん、もう何でもかんでもありますよね東京ね。ね、うん、食べたくなるのとかあるって聞こうと思ったんだけど、例えばね沖縄そばも普通にあるだろうし、まあ、普通になんかゴーヤーチャンプルもねもうみんなやってるし、居酒屋みたいなのも多いんだよね。沖縄居酒屋ありますね、いっぱいね。もう行きつけもありますよ。何、沖縄居酒屋。あ、行きつけ、うん、行きつけっていうのがあってね。みんななんかうちなんちが働いてるの、あのマスターがうちなんちで、うん、とか。あ、そうなんだ、うん、なんかエンダーが食べたくなるとかもある。あるある。エンダーはないんだよね向こうね。ないんですよ、 A&W ね、うんうん、そうかそうか。あとブルーシールとかはある。ブルーシールはねちょこちょこあのあるところあるんですが、アンテナショップじゃなくてなんかそういうところであるんだ、うん、向こうにいてなんかやっぱ食べたくなるなみたいなとこある。うーん、まあ、沖縄料理は全部食べたいけど。でもあるんでしょ近くに。あるけどやっぱ違うんですよ。あ、本当、うん、そばにしてもゴーヤチャンプルとかにしても違うし、ちょっとやっぱりエクスペンシブなんですかそれそ う, そうか、うん、まあまあまあ、なんか何でも溢れてる感じがするからね、うん、不自由ないのかなと。もやっぱ違うんだね。違うんですね。そっか、うん、そんな山川さんに私は今日はね、はい、あのご紹介したいものがありまして、うん、この番組唯一のコーナー突入させていただきます。おいしいものシャイコー、那覇市あけぼのにあります琉球プディングさんから、今日はねクースプリン。向こうでクースとかもあるの。クースは普通に売ってますけどね。売ってんだね、うん、プリンはよくまあ、いろんな種類はあるけど、琉球プリンというから私ね、近くにうちの近所にできたのでポンって立ち寄った時に、うん、クースプリンがね、なんかテレビとかで紹介されて、サッカーの名前出てこないや、なんかちょっと有名な人も食べて美味しかったみたいな感じで、あとスリムクラブの人たちも美味しいとかって言って、うん、なんかちょっとずつ広がっているクースプリンを山ちゃんにも味してもらいたいなと思っております。なんかねどんな感じだろう、甘いの大丈夫。大丈夫大丈夫沖縄のねよくマンゴーとか、何塩ね、とか使って有名なプリンもいっぱいあるんですけど、クースっていうのは初めてです ね。どうぞどうぞご試食ください。はい、はい、どんなかな。ほのかなあのクースの香りお食べください。どうぞ。あ、いいですね。本当、うん、なんか、あれなんだ、豆腐用食べたことある、ぽいに近い、うん、そんな柔らかいプリンではないんだよね。ちょっとしっかり、そうそうそう、うん、近いなと思った。なんだろうねこれね、子供にはやばいかな。でも一応ねお店の人に聞いたのよ、これあのクースプリンって食べたら飲酒で捕まりますかみたいな。ちょこっとって、でも1個食べてるぐらいには全然大丈夫と言ってた。この、プリン屋さんはね今那覇市あけぼのに1店舗あるんですけど、今後西原の上がり浜の方に2店舗目を構えようとしてるってことで今、作ってるらしいんですけど、ちょっと目指すはスターバックスみたいな感じでカフェ風プリン専門店を目指してるって、昨日、お店の方が言ってました。ぜひぜひ、普段は私は、お友達もそうだけど本土から来た人とか
おと手土産なりおプレゼントしたい時にどうぞって持っていくと必ずクースプリンと、うんうん、あと季節のなんか果物をメインにしたプリンにしてるのがあるって、うん、パッションフルーツのプリンとか、うん、マンゴープリンとかシークワーサー今回シークワーサーとかもあったんだけどね、うん、そういうのをメインにしてる、まあ、女の子が好きそうな味だけどこれはなんか男の人も美味しいって言ってた、ね、でも子供でも大丈夫だと思う。本当本当、うん、っていうクースプリンでした。美味しいです。はい。だー、こっちサビタン。ありがとうございました。ではこのもうちょっと試食あるはずなので食べながらもう一曲山ちゃんのおすすめ曲聞きましょうか。はい、ごめんなさいね食べてる最中に。さてで次はですね、うん、その今度の金曜日ですか、うん、に、定期演奏会を迎える琉球交響楽団の演奏で、はい、朝とやゆんた。これですねオーケストラで沖縄の曲をこうアレンジして、うん、楽しい曲になっています。はい、はい、お願いします。聞いてみましょう。お届けしています曲は琉球交響楽団で朝土屋ユンタです。素敵だね。なんか、うん、いいですね。ここでバースデーメッセージをお届けします。9月18日火曜日昨日になりますが北中城村お住まいの与那嶺由美さんお誕生日です。お誕生日でしたですね。おめでとうございます。この後山川さんには、演奏でお祝いしていただきたいなと思いますがお願いしてもいいのかな。はい、もちろんです。よろしく。はい、ありがとうございました。ちっちゃな質問、トランペット奏者の人は、うん、唇が命と聞きました、うん、怪我とか、まあ、口内炎とか、うん、ヘルペス、うん、ダメとかある？やっぱ大敵ダメですよ、ね、うんうん、アルコール消毒してもダメなの？うん、ダメですね。ダメなの。やっぱり人によっては本番前に、うん、カレーとかそういう辛いのとかね、うん、やっぱダメっていう人もいるし。歌いてみたい。あ、そうなんだ、うん、なんかね、物食べたらいけないとかはないの？は特にない。やっぱなんか喉の感じが変わるから、うん、唇の感覚も変わります。やっぱカレーとかしびれるんだ。しびれるとか。そうなんだ、うん、腫れるっていうのかな、なんていうんだろう、うん、聞いてみたかったことがやっぱり当たってたんだ、うん、そうなんだ。じゃあ大事に大事にしてくださいね、はい、世界に一つしかない唇。大変だ。よし、じゃあ今後の予定をお聞かせいただきたいと思います。今回ね沖縄にいらしたことも含めて、はい、今後何か予定していることあればご紹介いただきたいと思います、うん、はい、まずまあ先ほども言いました、うん、琉球交響楽団定期演奏会が、はい、今度の金曜日ですね、うん、沖縄市民会館でしたっけ今回はね、はい、7時半からですかね、はい、あります。はいはい、今回、沖縄ではそれだけなんですが、はい、また、東京に帰ったらですね、はい、いろいろとオーケストラやら、ブラスアンサンブルでの仕事が待ってまして、うん、はあ、そうですね、うん、待ってる人がたくさんいるかもしれない、はい、あ、山川さん今日そういえば先ほど伺ったんですが今回この琉球のチケットをリスナープレゼントしてくださるということで、はいはい、やった嬉しい、ありがとうございます、皆さん本日の終了後ぜひ FM ギノワンの方にメール797@fmginowan.com かお電話での受付もいたします。0989430094こちらの方にご連絡ください。先着ペアで2組を出してくれるということで、はい、番組終了この水曜日中に、うん、連絡いただいた方当日受付の方でご準備しておきますので、FM ギノワンのみきこの部屋聞きましたという方で、お声掛けいただければチケットをご招待で出してあげるということで、はい、ありがとうございます。お待ちしております。さあ山川博樹さん、はい、演奏も楽しみですが今後も楽しみです、はい、ね、うん、私たち県立芸術大学の一期生だからね、うん、自分たちのやる役回りはちょっと大きいけどね頑張らんと ね頑張ろうね、はい、切磋琢磨、ね、お願いしますね、はい、もう特に山川さんはね県芸での師匠でもあった祖健先生がね、うん、高いところからいつも見守ってるはずよ、いいことも悪いことも、ね、
お願いね、はい、あの安心するようにね演奏もそうなんですけども後輩の育成多分その辺も、うん、多分ソケイ先生や、まあ、周りの方々も、うん、山ちゃんにはもう期待してるだろうし、ね、引き続き力入れていってほしいなと思ってると思います、はい、応援しておりますよ、はい、頑張っていきます、うん、お互い頑張りましょ う、よろしくお願いいたします。本日の山川ひろきさんゲストありがとうございました。さて来週も素敵なゲストをお迎えしていきます。来週のゲストさんのヒント、ベジフルお野菜の話、無農薬オーガニックのお話が聞けると思います。どうぞお楽しみにしていてください。それではまた来週も同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。お相手は川光美希子でした。チャオアラプロセマセティマナ。